はい、皆様おはこんこ、どうもソウスケです。プロ野球スピリッツ2015山田哲人サムライビッチパート18ですかね、やっていきたいと思います。で、今回からクライマックスシリーズ、前回言った通りクライマックスシリーズをやっていきたいと思います。で、タイトルなのですが、首位打者は取りました。で、盗塁は50個いきました。でもホームランがね39でしたね。ちょっと残念なんですが、まあね、あの本塁打40個、盗塁40個のね、ダブルフォースとか僕は呼んでましたけど、勝手に。まあそういう記録はね、また別の動画でやっていけたらなと思ってます。まあここで達成してしまったらね、全部が終わってしまうので、それは面白くないので、それこそね、ここに並んでる全部の五冠、打率、安打、ホームラン、で、打点、盗塁、全冠取れるね、五冠王みたいな企画もね、いつかやってみたいな。どうでしょうね、誰が取れるでしょうね、糸井とかかな。今パッと浮かんだ糸井梶谷あたり、まあそれはおいおいいつかやっていけたらなと思っております。でね、今回からはクライマックスシリーズやっていきたいと思います。で、巨人が相手になりましたってことなのでね、まあ勝ち方でもよりますが、2個動画を作ろうかなと今は考えております。まあ、もしねここで2勝1敗とかなっても多分一旦切ろうかなと思っております。じゃあね、やっていきましょう。よし、初戦は沢村ですか。渋いね。よし、好調ということもあってね、こっちは小川ですよ。しっかりとね、しっかり初戦を取って日本シリーズに行きましょう。まあね、結構勝てるんではないかと高をくくってるますが、どうなるかはね、天の水を知るということで、別にそんなかっこいいことでもなんでもないんですが、よし、とりあえずね、ヒットを打ちましょう。あのね、その動画を広島戦撮った後ね、めっちゃ調子悪くなってね、あの一回鳥谷に首位打者抜かれたんですよ。でやべってことでね、なんとかギリ調子を戻しましたが、なんとも言えない感じですね。昔ほどの調子の良さはない。よし、多分ね結構能力下がってるんじゃないかな。強いプラスぐらいまでなってるんじゃない強いまで下がってる、強いまで下がってますね。めっちゃ落ちたんですよね。もう全然打てなくてね、もうスランプもスランプ、大スランプでしたね。こんな感じです。ずっとこんな感じでした。なんか捉えても、甘いボールが来ても捉えても、なんか正面とか外野フライがいいとこで、辛かったですね。やってて楽しくなかった。バッティングってね、楽しくないですね、打てないとね。超楽しくないですよね。そこが辛いところでしたね、ここやってて。てか強いまで下がってるのはびっくりやね。なんとか上げていきましょう、クライマックスシールでね。よし、とりあえずね、勝負してくれないのが辛いよね。でたまに入ってくるボールがいいボールやったりすると、それに手を出してしまうっていうね、それが辛いとこやったですね。まあガヤガヤ言ってもしょうがないんで。よし、ナイスバッティング。それ取るの。そうなんですよ、あの昔ね、今の感じのセンター前をガバガバ打ってたんですけど、あのプルヒッターいらんものをつけてね、引っ張りがついたんですよね。そのおかげでね、センター前が全然抜けなくなったんですよね。で、あとね、この流し打ちはなんか、あの大引きが打点1個上げたらなんか教えてあるよみたいので、それで成功して、とりあえず、つけれたってやつですね。よし、とりあえず打ちましょう。ストライクが入りません。マイボールだけをね、てか強いなのに結構ベストピッチ多いね。オッケー、ナイスバッティー。いいね、これぞ山田という当たり。シーズン中の当たりだよ。オッケー、よかった。打てないかと思いましたね。とりあえずヤクルト自体は勝ってるのでね、ギリ5割達成しました。5割0分1厘とか、違う、成功率。いやー、盗塁は難しかったね、50盗塁は。走れってことほど、3投しろってこと、グリーンライトついてるってことは。いやいや、さすがにね、さすがにクライマックスシリーズでやんちゃはしませんよ。素晴らしいバレンティン。かっこいいな。3連勝でもう行きたいですね、あの日本シリーズね。小川もええピッチングしてますしね、ここは援護してあげましょう。バッターは3番山
いや、ええ成績残しましたよ。筒香以上の成績じゃないですか。そんなことないか。でも盗塁してますからね。まあ、今回はね、あれが見るのが楽しみ。契約更新いつも見ないですが、今回見ますよ、山田君の場合はね。ナイスボール。ポルデがずっとね、中継ぎなんですよね。どうだ？ボールを拾ってセーフ？アウト。微妙なタイミングではありますが、一塁アウトです。うまい。まあ勝てたでしょう。 OK、 とりあえず初戦突破。もうねこっからはね、そんなバッティングはチャンスの時ぐらいしか、がっつりやりませんよ。とりあえずヤクルトは日本一になってくれれば、まあね、打者の比較の初めての筒香の場合はね、全然チーム的には振るわなかったのでね、ヤクルトの場合は頑張ってほしいなと思いますね。実際のヤクルトの方は全然バッティング畠山一人が頑張っているような状況ですけど、オリックス対日本ハムはどうなったのかな。日ハム勝ったのか。いや違うな、オリックスは勝ったのか。鍵は日ハムですもんね。今はいないですけど、さあじゃあね、今日の2戦目やっていきましょう。今日は杉内か。 OK。 あ、今日ショート守ってるんだね。セカンドは、なるほど。向こう絶好調多いですね。なんとか成瀬頑張っていただきたい。でもね、成瀬ちょっと能力落ちましたよね。結構がっつりとね、ロッテ時代のキレはちょっとない感じですよね今ね。どうしたんでしょうね。そのロッテにいた時、ヤクルトに来ておかしくなってません？気のせいかな。気のせいであってほしいですけど、昔のあのエースの貫禄っていうのはないですよね今。ちょっとかわいそうやなと思いながら、点取られるなよ。 OK、 よし、チャンスや。ここは打ちましょう。相手杉内でしたよね。得点源はこれぐらいで落ち着きました。まあ打率よりもちょっと上、3割8分2厘に残せれば文句はないでしょう。お、絶好調や。 OK、 いいね、こういう時に合わせてくる山田君。かっこいいね。そしていい音楽が流れてる。全然勝負してくれへんやん。こんな感じが多いですからね、ずっとね、後半結構9月10、8月ぐらいはね。でバレンティンがね、多分ね打点140は超えてると思いますよ。山田君が出てガンガン返すっていうね、バレンティンがそういうことが多かったですからね。まああと畠山のこの打率、得点圏打率の4割超え、久しぶりに見ましたわ。さあいけ畠山、ここで打つんだ。ここで打ってこそ男やと思うので俺は。さあいけ、いや素晴らしい。帰るか、帰らんか。帰っても面白かったんじゃない。いや無理かな。雄平はね、結構満塁で満塁ホームランを打つことが多いですよ、僕のイメージ的に。初球ホームランが多いので、もう無理かな。三振持ちやし、もう嫌な気がする。嫌な予感。うわ、危ない。さあ、打ってくれよ。おお、よく見てるね。さあ、どういうボールが来るかな。お、いいね。さあ、打て。走るけどね。よし、惜しいな。ちょっと期待したのにな。バレンティン三振が痛かったね。よしよしよし、ちゃんと抑えてるね、なるせね。2安打で1つエラーがあったけど、山田君じゃないことを祈る。サードエラーって書いてたかな、誰がやったのかな。さあこのチェンジアップ落ちすぎですよね、ちょっとね。うわ、これがもうヒットに絶対ならなくなっちゃったからね。まあ、今のはちょっと当たりはしょぼいですけど、もう右打ち下の方がヒットになるのかな。いやそれにしてもええ勝負ですね。右打ちに徹底してます。1回流し打ち持ってますし、1回やってみましょうか。したことないですけど、1回も右打ちなんて。うへー、ヒット打ったよ。今引っ張った方が絶対良かったと思うけど、まあいいや。杉内ってクイック×でしたよね。でも牽制が上手かったんやったっけね。なんかどっちか持ってもある。多分クイックは×やった気がする。牽制は早いですね。さあどうする。 OK、 OK、 グレート。ヘイヘイヘイ、いいよ。
さああとはバレンティが決めてくれるだけ、うん、さすがに2回のチャンスの1個の方は決めてくれるでしょう。グリーンライト絶対決まらんって、いや打ちそうにないね、左ミート高いのに。随分と高い率ですね。あぶね、よう見たね今のね。おお、さあ打て、さあ行け、うん、オッケー。畠山か、打ってくれるんじゃない、左ミート高いし、うん、得点圏打率。さっきフォアボールやったっけ、うん、うわ惜しい、惜しいというかボールって、ボールですけどね、うん、うわ今の言ってほしかったな、うん、テレビ見てたら絶対なんだやねんとか言ってますわきっと。よし行け、おお面白いね、うん、うまくコントロールできてないです。うわナイスピッチクロスファイエ、うん、わ先制されたか、そうですか、うん、この動画じゃあれですね、うん、あの日本シリーズは決めなさそうですね、うん。さあ打ちよう、次右打ちする、くそ右打ちなんてするんじゃなかった、あもうやめよう、もうやめるわ、あもうやめる、よしこれ抜けるでしょ、 OK スペースある、カションでそんな肩良くない、 OK 初任期はね結構肩がいいので、あよしこっからバレンティンホームラン、畠山ホームラン、雄平ホームランの3者連続ホームランが理想ですね、うん、バレンティン打ってほしいな。山田君結構出塁してるよ今日、ナイスマッチ、帰ったのか、無理無理、いや無理無理無理やな、無理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 、亀井やもちょっと厳しいわ、あここで見せるよ畠山がホームランを、うん、僕は期待してるよ。さあ行け、なんか今日畠山合ってないね、うん、合ってない気がする、なんか緊張してるのかなやっぱり、畠山あんなごつい顔して、それとも杉内が畠山に気を入れてるのか、いやこう甘いボールは来てない気がする、全然ダメね、うん、畠山がこんなに抑えられてるの初めて見たわ、ちょっと今日はダメみたいですね、 3-0ドンマイですね、うん、よし、じゃあ今日の3戦目やっていきましょうか、これもつれそうですね、うん、まあ、明日勝ったら大手ですけど、どうでしょうね、菅野とかそろそろ登板してくるんじゃない、ここで来たかったね、うん、よし今日は3打数2安打1盗塁、うん、よかったんじゃない、うん、よしよしよし、あとは最終戦でホームラン打つだけですかね、うん、てか 最後の打席あれ右打ちとかしてなかったら絶対持っていけてたね、うん、失敗したな、まあいいや、よし今日は大竹か、 OK 3番ショートとかバリかっこいいやん、うん、今日畠山じゃなくて立山、うん、でそうかいけそうですね、立山がどんだけ粘れるか、うん、大竹も不調ですし、ヤクルト打線やったら捕まえれるんちゃいます、うん、まあ、山田くんと雄平が右ミート高いでしょ、で、まあ、バレンティン、畠山、まあ、高かろうがね、低かろうがもう当たったら飛びますから。うん。で、あとは川端とかがヒット打ってね。うん。なんとかいけるんじゃないかな、大竹。で、大竹僕苦手なんですけどね、どっちかといえば。うん。それが当たってるのか当たってないのか、上の打者が全然合ってなかったですね。うん。よし打つよ、オッケー、あーそれそこここへんこの辺この辺、うん、絶好調やからなんたって、うん、よしナイスバッティング、おびっくりするだその坂本の変な動き、うん、さあ走ろう、大竹って持ってたっけクイックどうやったっけ、オッケー、さあ走るよ、うん、まあ、ここは走らせても面白いと思いますよ、走ってきた、どうだ、よし、オッケー、セージ肩いいからね、 A とかでしょ、うん、まあ、バッテリーもね警戒してたんでしょうけどね、もう昨日の借りを果たしてほしいバレンティン、うん、素晴らしい、うわー惜しいな、 A とか守ってるのか普通に取られたのか、あらよし、これホームラン打ったら逆転だよ、うん、
打てないね、ヤクルトがね。ヤクルトがこんなに打てないなんて、みんな緊張してるのかな。やらかした、あ、やらかした。一番やってはいけないアウトの仕方した。まあ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 、やばいね、やばいね。あ、巨人強いね。うん、厄介やね巨人。いや、これは最終戦までもつれそう。うん、ナイスボール。大竹叩けないね。あ、叩けない。あ、よし、甘く入ってくるんじゃない、そろそろ。うん、低め狙うわ、低め。これなんか大竹のこのリリースポイントっていうのが見えにくいんですよね、僕的には。うん、最悪、最悪や。あ、ちょっと山田くんが答えれてない。うん、ここで4点。いや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 、もう試合壊しちゃったね。うん、バッターボックス、いかんねこれは。あ、ヤクルトやばい、嫌な予感しかしない。まあ、ここでね、景気づけに1本打っておきましょう。よし、これ内野安打あるよ。いやー、そうか、ランナーおったのか。うん、てか今のあたりだったらセカンドセーフになってほしかったな、できるならば。とりあえず走ろう。あ、違う、無理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 。危ない危ない。オッケー、どうだ、セーフ。いや、いいね、動画3回とも成功してますよ。少しは上達したかな。うん、走ってくるとはちょっと意外でしたね。さ、意外なことをするのが山田哲人ですから、てか山田哲人ですから。うん、切れてますね、バレンティン合わない ね、 いいね。うん、さあ、バッター追い込まれています。打て、あ、やらかした、いらんことした。あ、まさかフォアボールとは思ってなかったね。うん、まあとりあえず盗塁という見せ場は作ったんじゃないですか。うん、お、もう一回回ってきますか。けい、でもうダメね。うん、勝てないね。あ、ちょっとつらいね。ナイスボール、ボールダメやけど。さ、よし、落ちる、落ちないか。あのね、そのまあ終わったんですけど、あの僕インハイが苦手なんですよ、このゲームね。うん、ただそのね、あの決め球にインハイやたら来るんですよ。コンピューターも覚えるんやなと思ってね。あのそういうやっぱりデータ通りに野球してくるんやなと思ってね、面白いなと思ったのが一つありました。ただそれが言いたかっただけです。うん、だから皆さんも苦手なコース、もしかしたらガンガン攻められてることもあったらね、ああそういうことなんやって思ってあげてください。うん、よし、じゃあ今回はこれぐらいにしたいかな。うん、何やかんや2勝2敗。いや面白いですね。うん、面白くしてきますね。バーネットかよお前、せっかく4点取ったのに誰かホームラン打ったのにね。まあとりあえず今回はこれぐらいにして、また次回ファイナルステージ後半戦やっていきたいと思います。それではね、ご視聴ありがとうございました。また次回も頑張っていきたいと思います。それではね、次回もよろしくお願いします。それではね、さようなら。